どうす、今日はいつもより安くしてある。好きなものを選べ。それで何を探してる？ゆっくり見ていけ。何を持ってきた？それで何を探してる？用は済んだのか？また来い。おかえり。あ、
そうだね。Just give me something that will turn out fooling.
お疲れ。ではお先に失礼します。ああ、少しだけいいかな。君の意見を聞かせてもらいたい。僕の個人的な興味で申し訳ないのだが、一部の生徒が制服の廃止を唱えている。賛同者を募っているとのことなのだが。そうだ、実にくだらない。規律からの脱却を自由と認識する実にくだらない通俗的な思考だ。規律の緩和は秩序を崩壊させるだけだ。自由と自分勝手を履き違えている。少し弁が過ぎたか。僕は無能な奴が嫌いだ。口を聞きたいとも思わない。この言葉の意味を逆手に取ってくれ。君に講じた僕の真意を分かってほしい。君は先に帰りたまえ。戸締まりは僕が引き受ける。おう、おかえり。なあなあ。何す。私なんかとお気遣いいただいているのは嬉しいのですが、そうですよね。男性恐怖症だなんて。生徒会の役員にも男性の方たくさんいらっしゃるわけですし。もうすぐ下校の時刻です。行きましょう。すみません。私何を話そうかずっと考えてて、先輩が興味ありそうな話題どうしても思いつかなくて。ここ
岩戸台分寮ですよね。ここにお住まいなんですか？私の家と逆方向です。とんでもありません。私が悪いんです。途中で気づいたのに言わなかったから。私なんかのためにお時間を割いていただいて、今日は本当にありがとうございました。我をな。では失礼します。
部下よし。お前はさ平気なのかよ。あんなペースでずっと来たのに息切れも してねえじゃねえか。どんな鍛え方してんだよ。涼しい顔して言いやがって。お前の普通で俺こんなざまなのか。お前すげえよ。悔しいけどよ、お前には完璧に負けた。港区はレベル高えと思ってたけど、こんな身近にすげえのがいるとはな。よっしゃ、やってやるぜ。いいか、まずはお前を乗り越えてやる。悪い、一人で熱くなっちまってよ。帰ろ。いや、膝がひねったか。ああ、悪い、帰ろうぜ。どうした？そうだね、いいよ、せっかくだしどっか寄ってこっか。今日もしんどかった。みんなさ、マネージャーをこき使いすぎ。うちの部の男どもって子供だし、図体はでかいけど。やれ、俺のタオルどこおったのさ。私は保育士さんじゃないっての。走り回って汗かけるからダイエットにはなるけどね。どう？陸上部は楽しい？そうか、よかった。私さ、あなたには退屈かなってさ。他の子とレベル違いすぎっていうか、動きが違うのよね。なんかこなれた感じ？無駄な筋肉を使ってない。なんか部のことで困ったことがあったら、宮本ね、同じクラスなんだし、遠慮しないで宮に相談しなね。私に言ってくれてもいいけど、マネージャーなんだし。わし帰るから、見たいテレビがあるんだよね。それじゃあまた学校で。君か。そうだな。
まだやってたのか。まあな、敵はいつ来るとも限らない。タルタロスの外まで見張ろうなんて、そう簡単にできるものか。本音を言えば力不足だな。私のペンテシレアでは情報収集はこの辺りが限界かもしれない。しかしペルソナの力というのは想像していたよりだいぶ幅広いものらしい。何しろ次々とペルソナを変えながら戦えるものまで現れたくらいだ。彼の能力には特別なものを感じる。まだ覚醒して間もないというのにな。確かにあんな奴が現れるとは驚きだ。しかしペルソナを使うのは俺たち自身、それを活かせるかはあいつ次第だな。これはシャドウの反応。何？本当に見つけたのか。でも待て、反応が奇妙だ。大きすぎる。こんな敵は今まで。まさか先月出たのと同じでかいやつか。間違いないだろう。そうか、思いがけず楽しめそうじゃないか。他の3人を起こすぞ。お待たせしました。ナスカ、敵っすか。タルタロスの外でシャドウの反応が見つかった。詳しい状況はわからないが、先月出たような大物の可能性が高い。外に出た敵は仕留め逃すわけにはいかない。影時間は大半の者にとってないものだ。そこで町を壊されたりすれば矛盾が残る。まあ要は倒しゃいいんでしょ。やってやるっすよ。またあんたは。秋彦はここで理事長を待て。な、冗談じゃない、俺も出る。まずは体を治す方が先だ。足手まといになる。なんだと。彼らだって戦えるさ。少なくとも今のお前よりはな。秋彦、もっと彼らを信用してやれ。みんなもう実戦をこなしてるんだ。くそ、任してください。俺マジやりますから。仕方ないな、現場の指揮を頼む。やっぱこいつかよ。頼むぞ、できるな。ああ、期待してるぞ。つーか、なんかお前このままリーダーが定位置になりそうだよな。まあ、別にいいけど。なら、3人は先行して出発だ。ミツルは準備がいるんだろう。ああ、駅前で落ち合おう。了解です。じゃあ、行きますか。まだかな。すぐ来んだろ。今夜は満月か。なんか影時間に見ると不気味ね。あ？なんだ？遅れてすまない。いいか、要点だけ言うぞ。情報のバックアップを今日はここから行う。君らの勝手はこれまで通りだ。シャドウの位置は駅から少し行ったあたりにある列車の内部。そこまでは線路上を歩くことになる。え？線路を歩くってそれ危険なんじゃ。心配ない。影時間には機械は止まる。無論列車もだ。動くはずはない。いや、でもそのバイク。これは特別製だ。それに状況に変化があったら私が逐一伝える。よし、では作戦開始だ。はい。うっす、行ってくるっす。うわ、高っ。なんかスースーする。はあ、何それ。そこから約200メートル前方に停車しているモノレールがあるはずだ。
乗客に被害を出すわけにはいかない。直ちに向かってくれ。これだよね。3人とも聞こえるか？はい、大丈夫です。今着いたんですけど、パッと見じゃ特に。敵の反応は間違いなくその列車からだ。3人とも離れすぎないように注意して侵入してくれ。わかりました。へへ、腕が鳴るぜっつーか、ペルソナが鳴るぜ。じゃあ乗り込みますか。覗かないでよ。へいへい、覗かねえっつの。てか見えたらしょうがねえよ。順平、ここに埋めていこうか。これ人間つか乗客だよな、この象徴化ってやつ。やっぱ武器っつか。でも普通の人らには今の時間ないことになってんのか。まあこんなんなっちまってるとか知らねえ方が幸せ。どうした？何があった？それが閉じ込められたみたいで。シャドウの仕業だな。確実に君らに気づいているということだ。何が来るかわからない。より一層注意して進んでくれ。了解です。シャドウいねえじゃん。んだよ、こっちはやる気になってんのに。なんか薄気味悪いね。出やがったな。ちょ、こら！待て、敵の行動が妙だ。嫌な予感がする。そんな、追っかけないと逃がしちまうっすよ。現場の指揮は君だ。この状況どう思う？私も同意見だ。迂闊に追うべきじゃないな。なんでだよ、いちいちお前の意見なんかいらねえよ。あんなん俺らで倒せんじゃん。てか俺一人だってやれるっつーの。こら、順平！危ない、後ろだ。はぁ？来い。こいつに光の攻撃は無効だ。次はベルトだ。こうなっては仕方ない。とにかく君らもイオリを追ってくれ。
このままでは過去撃破の的だ。もう純平のやつ、自分からはぐれてどうすんの。反応では何両か先へ行ってるだけだ。わかりました、すぐに。邪魔だってのも。ここはペルソナ。よし、敵がダウンした。ペルソナ。よし、敵がダウンした。バルキリー、引き金を。いよ、やっちゃうかんね。はぁ、逃げんな。勝利だな、次に進むぞ。大丈夫に決まってんだろう。つか別に助けなんか。ちょっとあんたね。おい、気をつけろ。敵の動きが急に静まった。警戒を怠るな。うわっ、なんだよ、動かねえんじゃなかったのかよ。どうやら列車全体がシャドウに支配されてるらしいな。らしいってちょっと大丈夫なんですか。おい、やばくね。まずい、このままスピードが落ちないと数分で一つ前の列車に追突する。追突？何なんですかそれ。いいか、落ち着いて聞くんだ。さっきから戦闘車両に強い反応を感じる。多分それが本体だ。行って倒し列車を止めるんだ。くそ、何のアトラクションだよ。ったく。腕を試すにはちょうどいい相手だ。いや、腕を試すにはちょうどいい相手だ。どうする。ペルソナ。凍結は効果がないから。やらなきゃ。
敵がダウン。いい攻撃だ。出発エイド。ここは使い時か。ヘルメット。イオリが敵を倒した。あらのイオリが敵を倒した。凍結は効果がないか。どうする。ペルソナ。凍結は効果がないか。解毒か。ヘルメット。見事だ。では探索に戻ろう。これほどの大物は初めてだな。時間がない。短期決戦で行くぞ。どうする。ペルソナ。次はお願い。イオン。やってやる。仲間を呼んだか。小賢しい。ここはペルソナ。この場面なら来て。ペルソナ。の力でヘルメット。どうする。
ークエンジン。これほどの大物は初めてだな。時間がない。短期決戦で行くぞ。
よし、くらえ。やられた。ここは呼んだか、小賢しい。ペルス。今なら。イオ。からの。やらなきゃ。
リギリセーフか。っておい、止まんねえじゃんか。そっか、ブレーキかかんないとすぐには。おい、どうした。前の列車はすぐそこだぞ。ああ、こんなもんの運転なんてわかっかよ。と、止まった？止まってるみたい。おい、怪我はないか？一応大丈夫です。やば、私膝笑ってる。ああ、もうめちゃめちゃ嫌な汗かいたっつーの。無事らしいな。今回はバックアップが至らなかった。すまない、私の力不足だ。シャドウの反応はもうない。よくやってくれた。安心して戻ってくれ。てか、ブレーキよくわかったね。適当？ああ、いいや、もうなんでも。つか、帰りなんか食ってかね。安心したら腹減っちったよ。俺だ。こちら現場だ。たった今全て片付いた。モノレールにも目立った被害はない。ご苦労様、キリジョー君。いや、列車を乗っ取られたと聞いた時は正直どうなるかと思ったけど、上出来だよ。これなら明日の朝刊に変な大見出しが出るようなことはなくて済むね。彼らがよくやってくれました。短期間で驚くほど成長しています。しかしシャドウの様子、ただごとじゃないですね。モノレールを乗っ取るなんて調子に乗りすぎてる。こちらでも調べてるよ。ついに始まったということなんでしょうか。うん、そう判断するのは早計かもしれないが、ま、とにかくまずは現れるきっかけを突き止めないことにはね。いつもこんな土壇場までわからないのはどうにもまずい。私にもっと力があればみんなの負担を軽くできるんですが。気にしなくていいさ。君はよくやってくれてる。そんなことよりね、真田君さ、なんか飲み物持ってない？は？というか、いくつきさん、今日なんだか疲れてませんか？まさか表に止めてあった自転車。明日、いや、明後日あたり筋肉痛かな、こりゃ。